You're listening to Shibuya Cross FM. ラジパレイン渋谷クロス FM よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー始まりました。ありがとうございます。いや嬉しいですね。なんで笑ったんですか。いやこっち、落ちちゃった。違う、我々がほら、はい、普段ね、事務所で収録しているタイプの、はい、あれだとはーいって声合わせてるなと思って、それをまず、今言わなかったよね。そうあれだから、じゃあラジパレだけ合わせようかなと思ったら、いつもと違う言い方だったから、そう合わせられなかったっていうので、まああれですよ、ラジパレとラジパレインクロス FM は違う番組なんで。違う番組ですね。そう、まあということでね、今日はね楽しんでいこうかなと思うわけですけど、さあ今日はね、あれですよ、まあ、10月11月と、はい、この番組やらせていただきまして、今月で、ね、3ヶ月目というところではあるんですけど、はい、ありがとうございます。あれですね、今年の最後の放送ということで、そうですね、来年に向かっていくわけですけど、まあ、10月と11月はねゲストさんが、そうなんです、3組ずつ来ていただきまして、ね、なんと今日は、はい、まあ嬉しいのか寂しいのか分かりませんけど、僕らだけでお届けしますよ。いやー嬉しいですね。嬉しいですよ。3ヶ月目にして、まあ今年の最後ということでね、我々の総括を、はい、まあここでいろいろ言えたらなっていうふうに思いますね。そう、はい、そういうことなんですよ。ですよ、はい、1時間ですからね。1時間たっぷり喋っていこうかなと。いいじゃないですか。いうわけですけど ね、今そのね観覧してくださってる皆さんもいますけども、うん、はい、どんな話題が聞きたいですか。どんな話題が聞きたい。ありがとうございま す、ね、そういったタイプの、ね、話題 で、はい、そうですよ、今日も喋っていこうじゃないかと、はい、そうですいうところでございますが、さあということでね、まあ、はい、僕らのちょっとトークをやる前にちょっと1曲歌おうかなと、あいいじゃないですか、歌いましょうか。まあ、このね、このラジオ番組のいいところは曲を流すだけじゃなくて、はい、生でお届けできる。そうなんです。そしてあの観覧のお客様も、ウェブからのお客様も、はい、それを見れるというすごい、そういうところですから。そうなんですよ、はい、ただ今日ですね、もう本当にあの僕らね、本当自由にやるのが大好きなんで、今日あのね、ディレクターの方に、あ、今日の台本はないです伝えたんです僕。いつもね、そう多少なりとも、多少なりともあるんです。何分から何分誰ゲストさんが出まして、何分から何分、ね、こういう曲を歌いますと、はい、というのがあるんですけど、今日ないです。で、CD とかで流す曲はあないですだから今日マジでノープランですから。そうです。なんで、はい、ね、これを今から歌いますって伝えていいですかっていう形で僕伝えてますんで、だから今、はい、ボーカルのね、ゆうきが何の曲を書くのかっていうのは、はい、私分からないですから。今書いてます。ええ、あ、はい、この曲を今から歌うのねっていうのを今僕知りましたから、はいはい、じゃあご準備に入っていただいてはいはい、いいじゃないですか、こうね、こういうタイプの、いいじゃないですか、生放送らしくない、よくない、生放送っぽくていいでしょ。本当日本の中心で、生放送をお届けしているわけですけど、はい、もう観覧の皆様も見れるし、ウェブからも見れるし、はい、FM の電波でも聞けるしというね、まあ、そういう、やってますよ。まあ、なのでちょっと楽しんでまいりましょう。そうですね、はい、うん、本当にですね、来年も前進できるように1曲目この曲から届けていこうかなと、いきましょう、思います。それでは聴いてください、遥か彼方。ありがとうございます。ありがとうございます。さあということで1曲目届けさせていただきました、遥か彼方という曲でした。昨年ですね、 TBS 系列のね、はい、ヒロミのエンディングテーマに使っていただいた、そうですね、この曲なんですけど、はい、1番ど忘れしまして、よくわからないメロディーを歌いました。私はそうですね、2番もど忘れしてましたね、はい、そうですね、まあ、そんなことは気にしないいいですね。だって
渋谷クロス FM バージョンを俺歌ったんだもん。そうですよ、だから今日しかお届けできない。そうです、一期一会な曲をね。そうです、今お届けしたわけですけども。そうです、はい、戻りましょう、戻りましょう、はい、戻りましょう、はい、さあ、はい、ね、しゃべりのブースに戻ってきましたよ。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、ということでですね、はい、まあ、2023年をちょっと振り返ってどうでしたかっていう話をね、うん、今日はしていこうかなと思うわけですけど、はい、2023年、うん、我々カラフルパレットにとって、うん、どんな年だったのかというのを、うん、一文字で表していただこうかなと思うわけですよ。一文字です。なんか言葉とかじゃなくて、まあまあなんていうのかな、あの例を言うのであれば、大、ええ、みたいな。あ、わかります、わかります。大きい小さいの大みたいな。今年はあれですよね、今年の一文字は税でしたよね。でしたっけ、はい、はい、最近あの発表になりましたけど。あ、もうそれは知らないですけど、うん、まあね、うん、増税に増税を重ねて。そうですね、僕の世界線じゃないんで、はい、あの本当に世の中僕に合わせていただいて、はいはい、動いていただければなと思いますので、はい、カラフルパレットの一人ずつの今年の一文字っていうのをね、表していこうかなとわけですけど、一文字ですか、はい、タケルさんから書いてもらいましょうかね、はい、あ、はい、書くんですね。書きます、書きます。わかりました。そのためにもこのフリップをね、用意してもらったという体ですから。はい、はいはい、じゃあ書きますね、はいはいはい、ただこれ一文字っていうことは漢字ですよね、はい、まあ、漢字でしょうね、うん、まあ、ひらがなっていう場合もありますけど伝わりづらいですよね。まあそうですよね、はい、だからあれでしょ、大とかって書きたかったら、はい、ひらがなだったらだしか書けないわけだもんね。そうです、そういうことですよ。そうそう、そういうことです。非常に伝わりづらい、非常に伝わりづらいです、はい、まあ、説明が必要、まあ、まあどうせ説明するからいいか、はいはい、どうぞ、はい、早めにどうぞ。はい、わかりました。じゃあ私の一文字は、うん、こちら、せ、うん、何せ見えます、せ、せって何よ。攻めのせですね。攻めっていう字が書けなかったの、はい、あ、そうですいや、攻めってさ、ほら、はい、いろいろ感じあるじゃん。はい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 、なんかこの、このこういうやつとさ、はいはいはい、なんかよくわからん感じ、なんか2つ3つ思いついて、うん、あ、どれだったっけと思って。なるほど、ひらがなにしました。これはセミのせい。いや、違います。うん、セミの鳴き声もまあ聞きましたけど。あー、なるほど、うん、じゃあ、とりあえずせいについて紐解いてください。攻、はい、めるというね、攻、はい、める、はい、字ですけども、はいはいはい、今年カラフルパレットはですね、うん、まあ、1月に、はい、先ほど歌った遥か彼方を、はい、発売しまして。そうです、そうです、J-POP の、はい、活動と、うん、まあ、去年の8月に出した愛セレナーデというね、演歌歌謡の曲があるんですが、はいはいはい、そちらの、演歌歌謡の活動と、はい、なんだろう、2個を同時に活動してたんですよ。そうですね、だから、うん、演歌歌謡のステージがあった次の日は、はい、J-POP やったりとか、うん、そういうのの繰り返しだったりとかね、はい、まあ、そういう J-POP のステージの、ね、合間だったりとか前後に演歌歌謡のステージとか営業あったりとかっていうのはありましたね、うん、そうです、はい、でさらにですね、うん、いろんな人とコラボレーションの曲を書かせてもらったりとか。そうですね、はい、まあ、いろんなコラボレーションの曲ってテレビ局のね、何でしたっけ、番組で、はい、歌わせていただいたりとか、はい、コラボレーションの曲って何でしたっけ。え、コラボレーションの曲、はい、永井健二さんとの曲もそうだし。ああ、それを一昨年とかの話じゃないですか。書き直しましたんで。あ、あなただけの話。書き直しました。あ、そうですか。で、さらに言えば、うん、今日の朝方まで僕次の曲書いてましたから。なるほど、永井さんとの曲、まあまあ、それであればね、まあ結構年末の話ですね、それは。そうそう、近々ここ数日の話をされてるんですね。そうです。あー、なるほどなるほどなるほど。うん。だからまあカラフルパレットとしては非常にこう攻めれた年じゃないかなと。なるほどね。はい。なるほどなるほど。思いますね。うん。まあ、実はね、はい、実はね、僕らこの後永井健二さんとレコーディングなんですよ。そうなんです。そう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 。その朝まで書いてたやつね、俺が。そう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 。まあね、まあなんで来年きっと発売するんだろうなーなんて、はい、思うんでしょうね、皆さん。でしょうね、うん、まあ思っていただきたいですけども、まあね、楽しみにしていただきたいですけどもね、うん、はい、はい、さあ、さあ、じゃあゆうきくんの、はい、今年の一文字、はい、僕、まあ、漢字で書きますよ。まあもちろん漢字ですよ、はい、ひらがななんてそんなよくわからんことしちゃダメですよ、はい、だって説明が必要になっちゃうんですから。そうですよ、漢字で書きますから、とりあえず話してないでください、うん、さあ、カラフルパレット、ゆうきがね、今年最も
この漢字が合うんじゃないかと思った一文字を今からね発表させていただきますけども、はい、まあ、一体何になるんでしょうか。ちなみに私秋広は、先ほど瀬とひらがなで書きましたけどもね、まあ、攻めるということで、はい、あのね、その一文字に決めさせてもらいましたけども、まあ、ゆうきくんにとって、今年を表す一文字一体なった何になったんでしょうか。なったもう書けました。はい、さあじゃあ発表していただきましょう。はい、じゃあカラフルパレットゆうきが、今年の一文字を、はい、お送りします。じゃじゃんじゃじゃん、走る走る、はい、走る、はい、さあこれはじゃあどういった感じですか。そうですね、これまあ本当にあの個人的な話なんですけど、ええ、まあ、昨年の9月に、うん、うちの、ね、あの事務所の会長が倒れまして、ええ、で事務所が新体制になってっていうところもあって、はい、本当今年は本当になんていうんですかね、新体制になったこうね、なんていうんですか、もうがむしゃらに1年間走り続けてきたなと、うん、なんで本当にカラフルパレットとしてもライブが5月から、ね、うん、本格的に始まって、はい、曲作りもいっぱいやってきましたし、そうですね、ね、逆になんていうんですか、楽曲提供の方もね、はい、アキロ君と書いた曲もあれば、うん、他の人とか書いた曲もあればという形で、はい、もう本当に駆け抜けて走ってきた、1年だったなと思います。そうですね、うん、だから走るです、うん、なるほど、もう走って走って走ってきたなと。今年だって全然休んでないもんね、あなたね。いやもうね、びっくり、うん、まあまあ本当にここ音楽始めてから、うん、じゃあそのゆっくり休みを取ってとかっていうのは、まあ、もちろん二十歳ぐらいからあんまりなかったですけど、うん、でもそれとはでも比べ物にならないぐらい今年は走り続けましたね。うん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 、うん、でまあ僕もね今日朝まで制作してましたけど、うん、はい、まだ、はい、別の作業してましたからね、ゆうきくんもね。そうですそうですそうです、はい、そうなんですよ。だからまあ本当に、まあでもこれはあれですよね、ゆうきくん来年もこの字になりそうですよね。いやあれです、今年走ったんで、うん、来年は飛ぶという字にしようかなと。あー、ホップステップジャンプ的な、はい、いやあれですね、ホップランジャンプ、全部が嫌になっていなくなる方の飛ぶ。おい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 頼むよそこは。頼みます、いてくれよここに、俺の横で歌ってってくれよ。おうよおうよほうじゃなくて、はい、まあ、本のホップステップジャンプの方のジャンプで、うん、はい、そうですね、来年は飛躍の年にしたいですね。そうですね、そう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 、まあ飛躍の年にしたいっていうのは毎年言ってますけど、いやでも本当の意味でのありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。本当の意味での飛ぶという字を来年の一文字にできるぐらいの1年にしたいなって、うん、それぐらい準備をできたというか、うん、準備をできるぐらい走り抜けた2023年だったなと。なるほどね、思います。じゃあ私は2024年を表す一文字としては、まあ、背は？また背を何選びたいな。セミの背、違う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 、ミンミンと鳴きたい、成功の背、成功の背、うん、なるほどなるほど、その目指す場所まで行って、うん、みんなにちゃんと結果をお届けできる、はいはい、そんな成功の年に来年ができるように。なるほどなるほど、来年の一文字は背、背ね今年の背だって言った背って言ってた、ね、背のね、ほら、うん、意味合いが違うから。違うんだ。そう、うん、で、ちゃうっすよ、やっぱひらがななのそれは。はぁ、あ、そうですよ。カタカナにする、うん、ひらがな、ひらがなね、ひらがなですよ、それはもちろん曲線美がね、やっぱ、ね、そうだよ、ね、ひらがなの方が、私はひらがなが好きなんだ。そう、俺もそうだよ、日本人なんだから。そう、たまたまさっきね、漢字を書いたんですけど、うん、はい、まあ走るという字が好き、まあ、それにつきますね、うんそうだよね、はい、じゃあちょっと はい、歌います。あ、もう早いですね、はい、歌いますよ、次の歌が早いですね。今日ゲストいないですから。あらあら、はい、ちなみに何の歌を、これを、ん、みえ、ん、何、みえ、あ、わかりました、はい、じゃこれ、なるほど、この曲いいですね。じゃこれをいきますね、はい、いいですね。じゃあ歌うブースに移動しますね、うん、今僕が完全に歌を歌う曲を決めて今音響さんに伝えるというそういうことをねやっておりますから、はい、さあ今年はですね、うん、あれですよ、先ほども言いましたけど J-POP の活動もしながら変化歌謡の活動もしてきまして、
まあ、僕らねシンガーソングライターなんで普段はね自分で曲を作ったりするわけですけど、まあ、そういう中でね一曲いただいた曲がありまして、まあ、どうしてもこれを歌ってみてくれっていう形で言っていただきましてありがたいことにね、はい、そうですね、まあ、それを歌った曲があるんで来年もきっとこの曲が動いていく時が来るんじゃないかなと予測しております、ええ、私は予測しております。高い確率で、はい、予測しておるというぐらいしか言いません僕には、はい、そうですね、なぜかというと、うん、言っちゃいけないからです、はい、あの本当にね大人のあれって、はい、いろいろあるんですよ。そう、いろいろあるんですよ。僕あのそういうのすぐすっ飛ばしちゃうから、そうだから怒られちゃうねいつもね。そうなの、うん、そう、うん、それは言っちゃダメだよ。それは言っちゃダメ、うん、これは言っていい。そう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 。でもこれあの普通のライブで言うんだったらまだしも、はい、電波に乗せちゃうとよくない。まずあの残っちゃうから残っちゃうからだから僕は何も言えない。はい、うん、じゃあそれではその曲を届けていこうかなと思います。はい、作詞家の国京介先生に書いていただいたこの曲です。聴いてください。江ノ電物語。鎌倉の家並み見ながら江ノ島へ行く電車が走る。いつもならあなたを訪ねる楽しいはずの各駅停車。止まってどこかに引っ越した私の悲しみ置き去りにして。海岸無線は明るい。ございます。はい、ということでもう一曲いきます。もう一曲いきましょうか。もう一曲いきます、ね、ちょっと喋っててもらって。うんうんうん、はい、じゃあねもう一曲いきましょうか。さあ今日はねカラフルパレットのラジパレ in 渋谷クロス FM ということで、2時から3時まで1時間、こちらのサテライトスタジオでお届けしております。さあ今日はですねラジオでも聞けますし、そして映像をね見ながら聞いていただくこともできますし、そして、スタジオの外で観覧をしていただくこともできるということでね、ここのスタジオでまた来年も
はい、やれるのかな。やれますやれますね、はい、やれますので、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ、はい、こちらのスタジオにも遊びに来ていただきたいなと思います。そうですね、はい、さあ次は、はい、2曲のメドレーを今からお送りするわけですね、はい、これ何のメドレーですか。内緒です、それは内緒ですね、わ、はい、かりました、はい、任せてください、はい、もうカラフルパレットやって10年ですから、はい、そうです、もうね、うん、一心伝心でございますよ。そうです、うん、あ、ちなみに、うん、メドレーの1曲目は1番なのか2番なのか。はい、1番ですね、ワンコラスのみで、わ、はい、ね、かりました、はい、任せてください。それでは、カラフルパレット演歌歌謡メドレーです。聞いてください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあちょっとトークの方に戻りましょうか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや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 、本当に今年はいろんなことがありましたね、はい、まあ、本当に1年間ね BS の番組のね MC もやらせていただいておりましたし、うん、まあ、それも継続しておりますが、そうですね、このクロス FM さんでのラジパレがね、うん、スタートしまして、そうですね、実はでも10年ぐらいねラジパレという番組は、はい、うん、インターネットと、はい、FM 世田谷さん、そして市川うらら FM さんで続けてきまして、うん、もう放送は100回以上を超えてまして、そうですね、まあ、そういう中でこのラジパレのこの渋谷クロス FM さんバージョンが始まったと、うん、はい、そうですね、これ初めて話聞いた時どう思いました。いや嬉しかったですよ、うん、なんて言っても我々、うん、デビューしてからですね、はいはいはい、東京での活動ってすごく少なかったんですよ。少なかったね。そう、なんて言うんでしょうか、はいはいはい、車でね、はい、地方を回って、はい、1週間2週間ぐるーって回って、うん、家にちょこっとだけ帰ってきてまたぐるーって回ってみたいなのをすごい続けてきたんですよね。繰り返してましたね。そう、はい、だから東京で皆さんにお届けできることがあるっていうのはやっぱ嬉しいですね。はいはいはい、そうですね、うん、まあ、本当にこの日本の中心からいろいろ届けていければ嬉しいなと。そうですよね、思いますよね。ゆうきさんどうでした、この話を聞いて。いや嬉しかったですよ、うん、やっぱりこう何かこうね新しいことをスタートさせてもらえるっていうのはすごく嬉しいことですから。そうですね、うん、また一つ新たな挑戦、こうやって毎月1回のね、うん、生放送をこの、うん、渋谷のこの街中でやれるという、はい、嬉しいことじゃないですか。そうですね、うん、うん、まあ、本当にねまだまだ僕らも言えないプロジェクトがたくさん控えてるわけですけど。そうですね、はい、本当に来年に向けていろいろ楽しみにしててほしいなと、はい、思いますよね。そうですね、うん、じゃあ、この、はい、カラフルパレットのラジパレインクロス FM で、はい、やりたいこととか、はい、なんか迎えてみたいゲストさんだったりとかいたりします？あー、なるほど、うん、迎えてみたいゲストさん、はい、僕らその他局でやってる、はい、ラジパレの方では、はい、だいたい我々2人で30分喋り倒して終わるっていうのがね、そうですね、そうですね、常ですけども、ね、はい、まあ、こちらだと1時間番組なので、はい、そうですね、うん、いろんなことできますからね、はい、そうですね、はい、来てほしいゲストさん、はい、そうですね、はい、誰でしょうか。これでも言ったもん勝ちですよ。言ったもん勝ちですね、だって僕今うん、思いついた方が、ええ、まあ、テレビの方がいいなっていうふうに。あ、でも映像か、これもね、映像もついてますから、はい、そうですね、うん、僕、つんくさんに来てもらいたいです。あ、来てもらいたい。わー、来てもらいたかった。おそれは俺も来てもらいたい来てもらいたかった。まだまだ過去じゃないんで、うん、もうだから、はい、いいですね、つんくさん。僕、本当に、うん、ちっちゃい頃からね、好きな音楽がいくつかあるんですけど、うん、その中の一つとして、はい、シャランキューが大好きで、はい、で、つんくさんがやってこられたプロデュースの活動っていうのも、はい、追っかけてるところもちょっとあるんで、はい、まあ、なんでその本当に、ね、憧れの大先輩に会ってみたいなと思いますよ、うんうんうん、いいじゃないですか、はい、これ電波を乗せてメディアでね、はい、絡むことができたら嬉しいですよね。ですね、はい、もうでも言い放題ですからね、電波を乗せて。もう言ったもん勝ちですから、こういうのは、はいはい、つんくさんに来ていただきたいです。いいですね、確か海外に今住まれてますよね。そうですね、確かね、はい、ですよね、うん、呼ばなきゃいけないのねそうです、まあ、そこも事務所の社長に頑張っていただいてそうです、ね、はい、よろしくお願いします、はい、さあ、はい、さあっていう顔しますね、社長が外で見てますけどちなみに僕はですね、はい、あ、なるほど、わかりました、やっぱりまあ僕がね、言いそうな、はい、ね、お人は多分あの方かなっていうのね。僕、
言いましょうか、当てましょうか、どうぞどうぞ当てましょうか、うん、千鶴誰？誰？あれお母さん千鶴ってお母さんは呼ばないよね、呼ばないの、うん、呼ばない、おもうもう母は呼びませんね。あ本当ですか、ここ、じゃああれですね、うん、まあ千鶴さんが違うのであれば、うん、多分 XJAPAN の YOSHIKI さんでしょうね。そうですね、うん、正解、千鶴さんでないのであればそうですね、まあ、うん、千鶴を呼びたいって言ったことは多分一度もないんですけど、本当ですか、千鶴さんでないのであれば、あのやっぱり XJAPAN のとね、YOSHIKI、うん、さんかなと。そうですね、はい、もうなんといっても XJAPAN が、はい、あの私が音楽を始めるきっかけになった人、ね、バンドですから。そうですね、はい、そう僕もね、なんかいくつか本当にあの、ね、呼びたい人会いたい人っていうのが思い浮かんだんですけど、はい、まあ、そういう中でこうつんくさん、今の俺が今会いたい人つんくさんかなっていう風に思いますね。いいですね、いろんなところで絡みたいですね。いろんなところで絡みたいですね、はい、ラジオでもそうですし、ありがとうございます、ありがとう、テレビだったりとか、ありがとう、ありがとう、旅行ですか、かわいいね、ありがとうございます。そうそう、話しかけてもね、これね、うん、あの外にはものすごいちょっとしか音量出てないんですって、うん、じゃあのでかい声で言えばいいの、うん、旅行ですかね。いいですね、息ぴったりですね今なるほど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 、そうなんですね、はい、そう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 、うんうん、まあ今我々、はいはいはい、割と張り上げましたけども、はい、そうです、まあ、それでも反応していただけないっていう、ね、そうですね、ええ、うん、そうですね、まあ、それぐらいの音量でしか多分外のね、はい、うん、聞けないということで、聞けないということで、はい、はい、でもあ聞こえてます、聞こえてる、あ、オッケーオッケーってことは今結構うるさかったですね。そうですね、うん、結構うるさい勢いで、旅行にスピーカーがあるぞっていう形で教えていただいてます、ありがとうございます。そうですね、うん、聞こえてるんですね、そこから、ありがとうございますバッチリですね、僕ら向けなんですねスピーカーって、なぜか僕ら向けなんですね、いいじゃないですか。そう、まあね、うん、来年なんかやりたいこととか挑戦したことあります、このラジパレ以外でってことですか。そうそうそう、あーそうですね、これ毎年言ってきたんですけども、はい、やっぱりカラパレで富士登山をやってみたいですね、はい、登山10年ぐらい言ってる、それ10年ぐらい言ってますね、10年ぐらい言って10年ぐらいスルーしてるよ、でも山頂でライブする、でも言ってもいいですか、何ですか、それよりも前からおっしゃっている目標があるじゃないですか、うんうん、ないですね、あります、え、ありましたっけ、ありますよ、何ですか、 その富士登山よりも前から今年の目標はって言ってるのをおっしゃってる目標があるじゃないですか、うん、ありましたっけ、まずそれを達成した方がいいんじゃないかな、あ、そうですか、うん、あれですかね、車の免許、うん、車の免許ね、はい、取るってね、僕伺ってからも15年ぐらい経ちますけどね、まあそうかもしれないですね、まあ 出会った当初から言ってますから、はい、おっしゃってましたね、俺は今年車の免許取るぞと、うん、それでもう助手席乗せてやると、いや乗せてやるとは俺は言われてないですけど、あ、そうですか、うん、まあ、やっぱり車の免許欲しいじゃないですか、言うても、いや欲しいと思ってないね君は絶対に思ってない、思ってない、いや絶対に思ってない車の免許ないと、絶対に思っていない、絶対に思ってない、車の免許ないと大変ですから、いやいやこちらこそだわ本当に、ね、原付の免許しか持ってないわけですよ、うん、だからそうするともうね、東京に原付持ってきてないから、うん、ただの身分証でしかないわけ、一時期持ってきてたよね、一時期持ってきたけど、うん、あまりにも乗らなさすぎて静岡に持って帰りました、うん、ああ、うん、なるほどね、うんうん、でもただの身分証にしかなってないもんですから、あ、そうですよ、ね、やっぱ車の免許欲しいですね、うん、我々ツアーで他県に行くこと多いですし、言ったな今電波に合わせて言ったからな、いやでもそれは欲しいですよね、うん、来年の1月もなんかあれだよ、え、あの合宿行って取ってこいよ、じゃあまあただね、うん、本当に我々ちょっと忙しくてですね、本当にちょっと空きがないというか、忙しさ結局取る気ないやん、うん、取りたいの取りたいんだよ、いやー取る気はないよない撮りたいよ、忙しさを理由にしたか、うん、だってね、もう合宿なんてもういけない、でもね、最近ね、なんつうか僕らがね、うん、千葉のお父さんと呼んでいるね、はい、近江和也さんというですね、歌手の方がいらっしゃるんですけど、はい、おっしゃってましたよ、何を優先するかです、優先順位です、あ、そう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 、うん、それね、うちの親父も言ってました、だから優先順位が低いんでしょだから、まあ、あなたにとって車を取るということは優先順位が低いんでしょ、まあ、だからすごく正直に言うと、うん、低いんでしょうね、低いっていうかないよねないよね、もうだからその順位に入ってないよね、もうだから、うん、免許取りたいっていうのは、うん、免許取りたいより寝たいでしょ、もうだから、うん、
いや 寝たい、まあまあそれは睡眠大事ですよ、はい、睡眠ないとね事故っちゃいますし、うん、よくないんですよ。本当だぞ、うんうん、じゃあだからもう免許取りたいっていうのは本当に免許取りたい、いや取りたいよ、うん、取りたいけど、うん、そうじゃなくて、うん、半分ネタみたいなとこあるから。いやいや、こっちはネタにされても困るよ。え俺だってね、組み始めた、あんたの代わりに一人で運転してんだから、うん、そうだね、そうだよ。だって組み始めた当初から、うん、ゆうきくんのお父さんから、あげろくん免許取らんのかって言われてたもん。でもあれだよね、このコロナが明けて5月以降ライブがまたスタートして、はい、全国にいる僕たちのお父さんが、うん、こぞって、うん、あきろくん免許そろそろ取らないのってまた言い始めたよね。言い始めましたね、うん、しばらく言われてなかったんですけど、そうそう3年やっぱね動いてなかったから、うん、言われることがね3年間ないとねあんまり言われないなっていう感覚になってくるじゃないですか。まあそうですよね、まあ、そういう中で、うん、まあね最近急にこぞって皆さん言ってますね。そうですね、うん、俺のこと心配なのかな、まあ心配だと思いますよ。いやそれは私も心配ですよ、それはもちろん。え当たり前じゃないですか。心配に思ってないね。思ってますよ。何の話で盛り上がってるんですか、うん、そう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 、そうですよ、はい、はい、そうです。なんかこれについて話すみたいなこうテーマとかないんですか。いやだから私の免許じゃなくて2024年やりたいこと、やりたいこと、あ、なんかあります逆に。だからまあ、うん、そうっすね、うん、そうだね、今年リリースが1枚しかなかったんで。あーそっか、そうだね、そうで、配信シングルとかも出してなかったんで、来年はもう本当に、はい、一つの目標に向かって、うん、リリースもたくさんしつつ、うん、もういろんな場所でいろんな年齢層の方にいろんなジャンルが好きな方にカラフルパレットを知ってもらいたいなと。そうですね、うん、そうで、なんか多分毎年こういろんなところに行きたいとか、はい、行ってなかったところに行きたいとか、うん、このコロナ禍に行けなかったところに行きたいとかっていう話はすると思うんですけど、うん、行くのは前提で、うん、そうですね、前提で、うん、そう、そっか、いろんなところで、うん、広く我々をこう届けたいと。そうですね、なんでちょっとこの電波を通して、はい、言わせていただくんですけど、うん、最近ですねカラフルパレット事務所の後輩たちが、うん、すごく増えまして、はい、で各地で皆さんね、うん、なんていうか地元もいろんなところでありますから、うんね、各地でいろいろ活動されてるんで、ええ、もう後輩たちにバーターで僕らを連れてってもらって、あ僕らがバーターでいいですね、はい、そうですか、それで行くと、ね、まず北海道は行けますね、はい、そうですね、次はあと金沢も行きますね、金沢も行けます ね、 ね、 ね、呼んでいただけるんじゃないですかね。割と遠いですね金沢っていうとね。そうですね、うん、いや北海道の方が遠いよ。まあね、まあ、ただ、うん、それは飛ぶからさ、はい、あれ金沢も飛ぶ、金沢はバスとか電車でも行けるんじゃないですか。あ、はい、いやいや、うちの勇気はね、そういうの車で行くタイプなんですよ、はい、陸路は。いやいや、8時間ぐらいかかるらしいよ、車だと。あー、運転しちゃいそうだもん。え、運転しちゃいそう、しちゃいそうだもん、うちの勇気が。するんだけど、うん、でしょう、するんだけど、しない方がいいよ。とりあえず免許取ってくれ。じゃあまたその話に戻るの。うん、とりあえず免許取ってくれ。まあまあ大事だよ、免許は、うん、うん、大事なんだよ、現地の免許は持ってますから私。そう、まあなんで、ね、まあね、最近はね、ほらアーティストの方いて、大阪にもね、はい、今度また、そうです ね、 年末にも行きますし、うん、クリスマスイブか、クリスマス、はい、クリスマスイブイブだ、ね、23日に、ね、はい、行きますし、うん、ね、まあいろんなところ行ってるんで、はい、もうあとはもう本当にね、後輩の皆さんにおんぶに抱っこで。そうですね、もう来年はおんぶに抱っこで、はい、ね、僕らが連れてっていただく、そう、ね、それで、まあ、押し上げていただくと、我々を。いやいや、みんなで上がるんだよ。何言ってんだよ、みんなで上がるんだよ。違う違う、今そういう話だったかなと思って。まあまあまあ、バーターだから我々が。我々はバーターだから。そう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 。それでいきましょうね、来年は。そろそろ次の曲歌います。早くない？あ、でももう40分経ったの？そうなんです、あと10分しかないんで。早すぎるじゃないですか。そうなんですよ。なんか歌いたい曲あります？ありますよ、いっぱい。いっぱいあるんですか？ありすぎて、困って。じゃあ、今から365曲歌おうかなと思って。それはいささかじゃない？うん。それは歌い切れる？メドレーでも。そう。まあそのワンサビずつでも多分歌いきれなくない？そうだね、うん、まあ100曲ぐらいにしとこう。延長させてもらって、延長で、うん、延長させてもらって、ありがとうございます。延長させていただきます、はい、ちなみに今から何を歌いたいんですか？いやー、それは決めてないんですけど。そうですね、うん、ちなみに何があるんですかこれ今、曲目？いや、ちょっと見せれないです。見せれない、はい、そうですね。次の曲、どうぞ。じゃあもう決めていただいて、はい、次歌いましょう、はい、これ星の光のようにとかですか？あ、いけます、それも行きますけど、多分結構時間がやばくなると思います。本当？じゃあ今日は星の光のようにで終わる？いや違うでしょ。違う？うん、あ、やっぱり違った？違うでしょ。あ、なるほど、はい、じゃあこれで、はい、じゃあこれはもうあれですよ、生放送ですから、うん、スタッフさんにいろいろね
指示を飛ばしながらお届け しますんで、はい、この後あと8分ありますんで、はい、あのこの後全部立ちでいきます。最後まで立ちでいきますはい、そうです。はい、まあそういったところでですね、そうですそうです、歌うスペースにやってきたわけでございます。はい、さあそれじゃあ、うん、YouTube で、はい、もう超話題の超話題あの曲をお届けしたいと思います。はい、今年325万回まで行きましたね。はい、ありがたいですね、はい、ありがたいですね、うん、はい、じゃあこの曲をお届けたいなと思います。それでは、ね、会場にいる皆さんもネットの皆さんも、FM の皆さんも知ってる方は一緒に口ずさんで見てください。聞いてください、虹。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではもう続けて最後の曲聴いていただきましょう。最後の曲になりますが、はい、いいですね。親に向けて書いた感謝と決意の曲です。聴いてください、ありがとう100万回の約束。幸せだと絶対に言わせてみせるから、